アルパは発言楽器の一種でスペイン語でハープの意味である。日本では特にラテンアメリカのフォルクローレで用いられる民族的な楽器を指すパラグアイペルーメキシコベネズエラなどで演奏されており、特に盛んなのはパラグアイである。別名ラテンハープ、インディアンハープ、パラグアイハープとも呼ばれる。スペイン語ではアルパ奏者のことをアルピスタと呼ぶ。日本では女性奏者が多いが、 パラグアイでは男性奏者が多い。代表曲は金付き鳥、牛乳列車、滝など、標準的なアルパアルパは爪で弾くようにして演奏する。原則は親指、人差し指、中指、薬指を使い小指は使わないが、ニコラス・カバジェロなどは小指まで使い演奏する。左手でベース、右手でハーモニーを伴ってメロディを演奏するのが標準。メロディは 薬指と親指で1オクターブ同時に弾くのが基本的である。楽譜はなく、曲は口伝えで教えられる。通常弦は36本程度、ヘチョウチョウの音階で調律されており、え、音は赤、属音の葉音は青の弦が張られている。鶴巻にはギター用のものが取り付けられることが多いようだ。半音が出ないため、ジャベという器具を用いて半音を出す。 弦と弦支えの間に指を入れて半音を出す方法もあるが、音はあまり良くない。最近ではアルパ本体に半音操作のできるレバーが付けられている。クロマティックタイプもある。大人であれば素手で持ち歩くことができるほどの大きさだが、共鳴箱が大きく、見かけによらず豊かな響きを持っている。共鳴箱の側面や支柱には、 手彫りの彫刻やより機材区などの装飾が施されており、工房や個体によって少しずつ模様が違う。芸術性も高く楽器としてはかなり完成されたものと言える。1997年から2年ごとに開催されている全日本アルパコンクール実行委員会日本ラテンアメリカ文化交流協会が主催するコンクール。これまでに全11回開催されており、教材は 千葉県文化振興財団、毎回、千葉市で開催されている。歴代の優勝者には、野中美紗江、秋松美香、松永雅子、森香織、神、山里英子、松木ありさ、金子芽生、坂本鈴、塩光ゆきの名前も見られる。第10回のコンクールは、河瀬あゆかが優勝した。第11回のコンクールは、小林智香が優勝した。ありがとうございます。